チャオ、あっちゃんです。この前ラムーで、あれ、視聴者さんに教えてもらった、強炭酸水見つけて買ってきました。40何円やったこれ、確かペットボトルで、48円、はい、48円の消費でね、でした。で、強炭酸好きなんで飲んでみたいと思います。もちろん炭酸水ね、水ね、アクアミネラリコンガスね、はい、では、すごいピシ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 って、では飲みたいと思います。ああ、すごい。おいしい。炭酸きつい。これいいわ。これでね、なんかお酒割ったりするのにもいいかも。はい。あーちゃんあんまりあれ、ウイスキーとか割らへん。ウイスキーはストレートで飲むタイプやねんけど、ウイスキー炭酸で割る人とかはいいかもわかんないです。はい。ジンとかね、ウォッカとか割ってもいいかもわからへんし。で、カクテル系に使ってもいいしね。もうこれはいい。でもあーちゃんこのままのものが好きやけどね。これまた今度買おう。はい。ありがとうございました。めちゃくちゃいいよ、これ。炭酸機作って。飲んでみる。どう？強炭酸やろ。光るいらん。味だけ見て、どんなもんか。こっち来て返してな。飲んでみ。うちの子ね、炭酸水大好きなんよ。いつもね、まあ水も好きやん。ミネラルウォーター好きで、出先でよくミネラルウォーター買うんだけど、はい、返して。はい、返してよ。動画閉められへん。どこまで来るやろ。喉まで響くぐらい炭酸きついって光が喜んでる。はい、ラムディープライスのストロングスパークリングウォーターストロング、強炭酸水 500ml、ガス圧 4.8 バールです。はい、充填時にって書いてあるけどね、 4.8 バールがどれぐらい強いのかよくわからへんけど、強炭酸です。美味しかった。ゲップがすごい出るこれ。はい、ということで、今日はラムのこれの強炭酸の紹介でした。またよかったら強炭酸が好きな人は飲んでみてください。ではまたね、バイバイ。